金剛福寺は、高知県土佐清水市にある新聞州豊山派の寺院。佐田山、札楽院とゴース。本尊は、千住観世音菩薩。四国八十八箇所第三十八番札所。本尊新聞、御場皿たら巻陸祖赤子栄華。札楽屋ここは、岬の船の差を取るも進すするも、ほの佐田山境内には亜熱帯植物が茂っている。足摺岬の遊歩道付近には、 ゆるぎ石、亀石、大師人とよ混流ならずの花表、亀子城、大師の爪柿石の、工房大師の七不思議の伝説が残されている。三号の文字、さも、もともに、つまずくの意味で、この地が難所であったことを示していて、当時は俗に、足ずり山という。また、大し五遊号の二十五条の第一条の中に、名山絶見のところ、佐賀湖岩の原、当然として、 一人向き日、縁止めして苦行すとあるのは当地であると言われる。自伝によれば、公認十三年に佐賀天皇から、札楽東門の直学を受けた空海が、三面千術関全音菩薩を刻んで銅を立てて安置し改装したという。空海が塔から帰国の前に、右縁の地を求めて、東に向かって投げたと言われる。五古書は、足摺り岬に飛来したと言われている。寺名は、 五穀書は、金剛書とも言われ、それから金剛を観音行の福寿会無料から福を由来したとされている。金宝商人が十字の時、修行を邪魔する魔界の者たちを修復すると、その者たちが定したことから、三号を月輪さんから定山に改めたと言われる。歴代天皇の祈願書とされたほか、源氏の信仰が厚く、源の三中は多方と大き心。 その子よりみつは書道を整備した。平安時代後期には観音霊場として信仰され、五深草天皇の女王の死者や泉式部なども参詣している。鎌倉時代後期には南仏商人が陰樹となって再興したと伝えられ、またアジャリー喜びコ前が肝心を行ったとも伝えられている。南仏を南仏坊と記す資料もあり、南仏は喜びコ前の別名であったとみられる。 室町時代には、御事解放神皇が住職を務め、旗僧を支配していた一条家への庇護を受けた。戦国期に一時荒廃したが、江戸時代に入っても土左藩二代藩主、山内忠義が再興した。三門付近大使、道和昭区飛と泉式部逆手刀108仏と検討12、区比三門を入ると左手に、下材天、不造不現の長ズ鉢、手老がある。 右手の農協所を過ぎ、正面奥に本堂が建てられている。本堂より右の方に不動堂、多方堂があり、その先に泉式部の逆手堂がある。本堂左手の池のあぜを行くと愛禅堂、権元堂、行者堂があって、大志堂に至る。本堂前の池の前には奉納された諸願成就の亀の像が安置されている。県定保護有形文化財と差し水市。 有形文化財と差し水し、天然記念物バス道路白王山の頂上にある、誇らか山寺の本堂寺路貢献源元は、白王山神言主源寺として、白王山山頂に白貢見源を祀っていた。明治初年の神仏藩前例で明治4年に、里山の神社となり、大正5年に白山道門の白山権源と合わせ祭りされる形で、現在地に社殿を造営。 白山神社と合するようになった。白山神社を山昌港山寺港山寺山にある市民の森の一角にあり、空海の解山と伝えられている。本尊は11年間音んで、当時を公安年間に中興した南仏商人の木造座像が祀られていたが、四万都市立郷土資料館に移されている。王子は七道伽藍の大事であったが衰退し、明治四年廃寺になりも、 昭和30年代に地区の人々により現在の道が建てられた。現在は当時が管理している。新年安空海が地蔵菩薩を祀ったところと伝えられ、四国変道を大衆化し庶民のものとした功労者であるマネンが変道のために全根宿を建てたところと言われている。詳しくは新年安を参照四国88箇所37。 岩本寺38混合寿三39の文寺足釣岬足釣の七不思議として空海の言われがないもので、不造不滅の蝶寿鉢、潮の満館蝶寿鉢、根挿さ、地獄の穴がある。寺が配布する、略演義版フレットより。なお、剣は、当て字です。東近親土佐国旗たと中世混合福寺の肝心活動。 ISBN 978から4から862150806協力年間に、京都人なじから下国戸佐清水市のサイトには、見まし面とあるが、片三県が正恵等。お大師さん四国令状番外編、久美田久史匠、朝鮮九百九十一年十月十六日発行を、参照下記の新年案も、ありがとうございます。